演歌歌手の永山洋子さんは国際結婚をして、旦那は敏腕起業家だと言います。そこで、永山洋子さんの、旦那の職業、旦那の年収、旦那画像とプロフィールと経歴、永山洋子と旦那の馴れ初め、子供は何人、自宅はどこ、実家について、など、主に気になる旦那について調査しました。コンテンツ、ヒデ、一永山洋子の旦那の職業、二永山洋子の旦那の年収、三永山洋子の旦那画像とプロフィールと経歴、四永山洋子と旦那の馴れ初め、五永山洋子と旦那の子供は何人、六永山洋子と旦那の自宅はどこ、七永山洋子の実家について、八永山洋子の旦那の職業は経営者、年収や経歴と馴れ初め子供情報を調査まとめ、永山洋子の旦那の職業、永山洋子さんの旦那は、人材派遣会社、スキルハウススタッフィングソリューションズを経営する起業家として活躍しています。もともとはニューヨークにある IT 企業で働いていました。永山洋子の旦那の年収、永山洋子さんの旦那の年収は残念ながら公開されていません。ですが、年商20億円もある会社の経営者ですから億超えは確実です。すごいですね。永山洋子の旦那画像とプロフィールと経歴。引用 https://powergirls.com/marksmithincome/。名前、マーク・スミス。出身地、アメリカ合衆国。職業、起業家、会社経営者。マーク・スミスさんは、2004年に日本の人材派遣会社、スキルハウススタッフィングソリューションズを起業。エンジニアをはじめ、IT に関する人材に転職やキャリアアップを提案する IT 分野専門の人材派遣会社の社長として活動しています。現在、同社は資本金1億2000万円、500人以上の社員を抱える年商20億円とも言われる会社に成長しています。永山洋子と旦那の馴れ初め。永山洋子さんと旦那のマーク・スミスさんとの出会いは、2006年に、世界バリバリ、バリューという TBS 系列のバラエティ番組で共演したことでした。番組内容は、独身女性芸能人と独身経営者が一日一緒に過ごすというものでしたが、マーク・スミスさんは初来日した1994年からテレビで歌う永山洋子さんに一目惚れ。以来永山洋子さんの大ファンとなっていたマーク・スミスさんにとって、この共演は願ったり叶ったりでした。マーク・スミスさんの猛アプローチもあり、共演後に交際に至ったのにはそれほど時間がかかりませんでした。出会いから3年が経った2009年4月6日に2人はめでたく結婚。結婚当時、永山洋子さんは41歳、マーク・スミスさんは38歳でした。永山洋子と旦那の子供は何人？永山洋子さんと旦那のマーク・スミスさんとの間には子供が一人います。2010年8月16日に生まれた女の子です。名前をスミス・マコ・サンシャインさんと言います。2024年現在14歳になりますね。永山洋子の娘の小学校はどこ？永山洋子さんの娘さんは、幼い頃からインターナショナルスクールに通っています。具体的な学校名は明らかにされていませんが、芸能人や有名な起業家の子息が通う有名な学校だとか。現在もその学校に通っている永山洋子さんの娘さんは、頭脳明晰な子供だということで、将来が楽しみです。永山洋子と旦那の自宅はどこ？永山洋子さんと旦那の自宅は東京都目黒区の閑静な住宅街にあります。近所でも目立つほどの大きな豪邸です。有名芸能人と敏腕経営者の夫婦ということで、高級住宅地に大豪邸を建てるとはさすがですよね。永山洋子の実家について、永山洋子さんの実家は東京都大田区蒲田にあります。父親は音楽好きで民謡教室に通っていたとか。その影響で永山洋子さんは幼い頃から民謡教室に通うようになりました。
永山陽子さんは、音楽好きの父親がいる家庭で、優しい母親と姉の4人家族で暮らしていました。合わせて読みたい、石川さゆりの再婚相手は誰？元夫馬場健二との馴れ初め離婚理由も調査。坂本冬美の旦那は、結婚歴と娘孫画像の噂。歴代彼氏に星野仙一説あり。永山陽子の旦那の職業は経営者。年収や経歴と馴れ初め子供情報を調査まとめ。今回は永山陽子さんの旦那にまつわる情報を紹介しました。永山陽子さんの旦那はなんとアメリカ人で、年商20億円も稼ぐ敏腕起業家でしたね。しかも、もともと演歌歌手としての永山陽子さんのファンだったという旦那のマーク・スミスさん。旦那に愛されて幸せな永山陽子さんの私生活が見えるようです。また新しい情報がわかりましたらお知らせしていきますね。最後までお読みいただきありがとうございました。